上越市高田公園野球場は、新潟県上越市本城町の高田公園内にある野球場。施設は、上越市が所有している。1949年7月、当時の高田市に、高田市営球場として竣工。1971年、高田市が、直越市と新設合併し、上越市となったのに伴い、上越市営球場に改称し、その後、県名賞となる。 会場以来高校野球、社会人野球など、アマチュア野球公式戦が行われているほか、かつては、プロ野球公式戦も数度開催された。最後に開催された一軍公式戦は1981年のパリーグ公式戦、南海ホークス対西武ライオンズ戦である。2007年からは、ベースボールチャレンジリーグの、新潟アルビレックスベースボールクラブが、毎年1から2試合、 主催公式戦を開催している。一塁側から左翼側にかけての場外は高田城の堀に面している。この堀のあぜには桜が植栽してあり、毎年4月上旬から中旬にかけては桜が作下でプレーすることもできる。上越市は1980年代後半、2万人前後を収容可能な新たな市営球場を市郊外に建設する構想を発表したことがあるが、 その後財政難などの影響で計画は頓挫。結果として高田公園野球場は現在に至るまで市の中心的な野球の競技施設として共用されている。築半世紀を超えた2000年代には老朽化が顕著になった。その時点ではスタンドは内外やともどもりで座席は設けられておらず内野スタンドはコンクリートブロックで土ど,どめして階段状に 観客席が設けられているのみであった。またガイアスタンドも芝生がほとんど這い揃わず、観客はいずれも地面に直接座る形であった。2004年には両翼を90メートルから95メートルに拡張するなど、フィールド部分の改修が検討されたこともあるが、この時点では具体化には至らなかった。しかし、高校野球や BC リーグの開催時を中心に利用者から、 設備不備が指摘され続けていた。市は2010年秋から2億4500万円をかけて改修事業を実施し、ネット裏のメインスタンドを全面改築した。土盛りスタンドを撤去してコンクリート造りに改築し、スタンドには座席を設置された。またスタンド下にはシャワー付きのロッカールーム、本部室、審判室、記者室を整備し、バリアフリー対策として車椅子席の新設など、 設備改善を施した上で、2012年春に春、春工・共用再開された。さらに、2014年には、高校野球試合の開催を可能にするため、外野の両翼を95メートルに拡張するとともに、スコアボードも低額期から、LED の電動式に更新するほか、サブスタンドのコンクリート化などの改修が実施され、2015年4月に、共用再開された。 4月29日には5年ぶりの高校野球公式戦となる春季北新越高校野球圏大会が行われ5月6日には改修完成を記念して元 NPB 選手と地元の野球愛好者選抜チームによるドリームベースボールが開催されたありがとうございます